はい、どうもこれプレインフォーです。どうもです。ようです。はい、今回は2024年、まあ、春モデル、うん、のベストドライバーを両編、うん、スピード50以上の両編で、まあ、ランキングではないかな。うん、ですけど、うん、ベストのドライバー発表していこうかなと思います。うん、このなんか部門別でいいかな。うん、飛距離、うん、ナンバーワンは、ダグスピード。うん、LS です、うん、圧倒的な初速と、低スピンすぎるっていうところで、飛距離はもう確実に今年出たモデルの中では一番出るんだろうなという印象です。まあ8度買いましたけど、あれだけねちょっとヘッドのシェイプ違うらしいんですけど、9度でもかなりの低スピンなんで、であまり球も上がらないので、うんうん、本当にライナーで、低スピンで飛んでいくっていうような感じですね。見た目とかは、若干ちょっと個性的、三角形に近いですけど、まあ、艶消しになったので、まあ、見た目もいいし、若干は、まあ、エアロジェット寄りではあるけど、少し柔らかくなったっていうぐらいですね。うん。結構難易度は高いので、あまりこう、万人におすすめできるような感じはないですね。優しくはないという感じですね。うん。まあ、ほんと、もともと低スピンとか、まあ、ドローヒッター系の人、まあ、スピンが少なくなる傾向があるから、そういう人はもうロフト、あった方がいいし、後ろ12グラムとかにする必要性があるよねっていう感じですね。バークシャーが、うん、設計というかね、監修してるっていうところもあるんで、かなりドラコン寄りなイメージはあると思います。うん、飛距離は圧倒的ですかね、これは。曲がらないっていうところで言うと、うん、まあ、10系のやつあるでしょ。うんうん、430 MAX の典型は、うん、曲がらないっていうところは確かにあるかもしれないけど、飛距離がね、グッと落ちますね。うん、さっきね、飛距離で、コブラの LS というと、うん、もう最長で言うと、うん、多分、10ヤード以上差が出てくるんじゃないかな。15ヤードとか。それ以上差が出てくるかもしれないなっていうところです。やっぱね、多分先上みたいな、典型になると初速落ちるし、スピン量も割と少ない方ではあるけど、うん、まあ飛距離にはあまり向かないなと。まあ、カスタムでね、こうシャフトこういろいろやっていくと、もう少し飛ぶかなとは思うけど、まあそこそこ曲がりにくさはあるなとは感じますけどね。で、あと、オノフアカが曲がんないです、うん。意外と。曲がんないというか、一貫してこう、ドロー系で、うんうん、左側に集まってくるんじゃないかなっていう感じですね。これはね、ピンの方とちょっと数値的には似てます。ちょっとこう、打ち出したくて、まあ、少し捕まって、逆にピンの方で捕まらないっていう人やっぱいるみたい。男性モーメント多くすぎて、あまりこうヘッドがターンしづらいっていうので言うと、赤ぐらいの男性モーメント。あれも5000ぐらいは超えてるとは思うけど、うん、少しドローバイアスの風味があったりとか、あと調整もあるので、うん。で、スピンもね、そんなに多くないので。ヘッドスピード50以上ある人でも、まあ、シャフトさえ、ベンタスの TR ブルーの 6X とかで打ってたけど、うんうんうん、もうあれぐらいちょっとね、こうハードめなシャフト入れたりすると面白い結果になるんじゃないかなと思いますけど、やはりピンと似たような感じで飛距離がね、若干こう、もう少し欲しいなっていうところあります。じゃあ、あとはバランス型みたいな。バランス型というか、総合で言うと、AI スモークの MAX は、やはり調整がね、増えたっていうところはいいですね。前のスクリューウェイトと、後ろのね、ペリメーターウェイト。と、うん、基本的には弾道が高くなるので、2g と 14g の純正だとね。あれ、ウェイトやっぱ入れ替えると本当に変わると思うので、より低スピンで初速も出るようになるし、うん、まあ、ある程度優しさはね、ね、トリプルダイヤとかよりかは出てくると思うし、結構捕まるとは思うので、うん、調整次第では本当にスピンもトリプルダイヤよりも、高弾道低スピンは狙える可能性はあるので、うん、いいと思いますね。うん、あと、ダークスピードの X、うん。これもね、ウェイトがこう増えましたよね、2箇所に。12g と 3g、うんうんうん。これに関しては、12g 前だと、これノーマルモデルと言えるのかっていうぐらい、うんうん、ち
と寛容性がないなというか、ノースピンって感じだね。逆に 12g 後ろにやることで安定して、打ち出しの高さも最適、そしてスピン量もそんなに増えすぎない、で初速も極端にこう落ちるわけではない、うん、一発の飛距離だけでいうとダグズ P2X は 12g 前の方がいいかもしれないけど、意外と安定するのは後ろ12とかの方が良かったので、これもまあまあ飛びますよ、うんうん、トリプルダイヤもいいです、うん、あのまあ、スクリューウェイトだけですけど前作より捕まりますね、明らかにね、友、うん、が買いましたね、うん、あのスピンはやはり低スピンではあるけどちょっと捕まりやすい、上がりやすいっていうところで、あのそうね、まとまるね、意外と、うんうんうん、あの完成モメント、ほら大きいのがいっぱい流行ってるけど、意外とそんなに完成モメント、まあ、うん、あまり大きくない部類ですけど、うん、トリプル台はちゃんと打てれば、まあ、飛距離も出てまとまりが、うん、LS 系のモデルの中ではね、うん、割と誰でも使いやすいんじゃないかなっていう、うんうんうん、ですね、うん、でじゃあ総合1位の前に最も合わないというところ、うん、QI10 の LS ですね。やっぱ難しいですよ、うん、これはもうステルスとのプラスケートに似たような、まあ、ヘッドの形状からも、ですね、うん。やっぱり、普通の、ね、QI10 の MAX とか特にめちゃめちゃでかくなってる、うん、っていうところがあるけど、LS に関してはもうほとんど前作とこう形状の違いという優しさを感じるところっていうのがね、ちょっと薄すぎるんで。うんうん、やっぱ捕まらないとかっていうのはあるけど、うん、当たればね、初速下目にスピンっていうのは、やはり出るは出るなというのはありますけど、コースで振れないです、うんうん。ちょっと難しいですね。うん。あとはないか。まあ、あとはほら、これはダークスピードの MAX とか、うんうん、AI スモーク MAXD っていうのはね、若干ヘッドスピード的に、スピンが多かったり、ちょっと極端な捕まり、球の上がりすぎるっていうところもあるので、うん、あんまり入っては来なかったですかね。うん。ということで、もう残された一本ですよ。うん、そこ1が QI10、うん、ノーマルのやつです。うん、無難にやはり飛ぶ、うん、曲がらない、っていうところが一番ですね。まあ、方向性としては、多分この今まで打ってきた今年のモデルの中で一番まとまりがなんとなくこうつく、LS では無理よ、飛距離もでもまあコブラのこの LS と比べると最長飛距離はねあまり望めないけれども、安定して飛んでくれる、ちょっとスピン入るんですよね、うん、でまあステルス、ステルス2よりもちょっと捕まると、あとヘッドも大きく感じるっていうのが一番飛ぶんじゃない、ここをたまねぎとテーラー使ってこなかった僕が、まあ、総合1位というかっていうところなんで、うん、選んで、まあ、実際にも買いまして手元にあるような感じです、うん、シャフト次第でね QI10 もスピンある程度は減らせたり、うんうん、あとほらフラットだからちょっと右に行くよって来角がっていうのはあるんですけど、前までほらテーラーのドライバーを立てれなかったのね、そもそもやっぱ捕まらなかったし、うんうんうん、だけど今回は立てた方が若干こうアップライトになっていったりとか調整の仕方ではあるので、今のところね 1.5 度ぐらい立てて、まあ、若干アップライト目にもなるっていうようなところだったりでセッティングして打ってたりするんで結構飛距離伸びますよ、うん、シャフトは何使いたい？QI10だと。今だから、最新だと、WB、ヤマノの WB ですね。うん、53S。53S、うん。もうちょっとね、重いのでもいいかなとは思ってますけど、うんうんまあ、その時は多分シャフト、もうちょい変わるかもしれないですね。うん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 、まあね、一応、コブラのほら、LS の方もあるから、あいつが飛距離メイン、うん。で、こいつがラウンド方向性メインっていうような考え方。うんうんうんであったり、あと、まあ、僕の前のエースが ZX5LS なんで、うんうんうん、まあ、そいつと、まあ、QI10 に関してはラウンドでどちらがこうエース張れるかっていうところですね。うんうんうん、まあ、なので、エース対決、うん、エース決め、うん、みたいな動画はね、次回出そうかなと思います。っていうような感じでした。参考になるかもしれないですけど。うん
でもね、ちょっと50の割にスペック低すぎないかっていうシャフトとかなんで。あー、純正とか使ったりするし、ね。そう、純正とか、基本ほら 50g 台の S のカスタムとかあるんですけど、うんうん、まあそういうのが好きなタイプではあるんでね。うん、ノーマルモデル系は割と全体的におすすめできるかなっていうところ。うん、あとこう曲がらないを歌うドライバーで言うとピンの方がいいかなっていう個人的な感想で、LS 系のモデルはまあトリプルダイヤが割と無難に打てますよ、出るんじゃないのかなっていうところ。まあテイラーとね、裏の LS 系はちょっと難しいよっていうところなんで、打ち手をちょっと選びそうな感じ、そうっていうような感じですね。まあそんな感じです。はい、以上になります。はい、ございました。